初めてのチューこんにちは、エルビアン TV エルビアン TV のレイアンとゆです。今日の企画はなんとフェムボーイ交換企画です。イエーイ。私が女性らしい髪長いとかね、でゆうちゃんがどっちかっていうと中性、まあ、ボーイッシュ寄りの見た目なので、そちらをチェンジして1日デートしたいと思います。で買ってきたウィッグがこちら。でんこれが1個目のウィッグ、長いウィッグということで、今からウィッグをつけてデートを楽しんでいきたいと思います。はい、ではレッツスタート。こちら私のウィッグでございます。では今から被るので少々お待ちください。3、2、1。かぶってる感すごくない？やっぱあれだね、化粧してたらちょっとボイッシュなんもないかもしれん。でも私化粧してるよ。そうだね。でもなんか今回はゆうちゃんと私を逆転した一日ということなので、あのゆうちゃんもお化粧してるので私もお化粧してるんですけど、どうですかね。なんか髪の毛やばい、乱れてる。やばいんだけど、私がいつもひた隠しにしてるさ、乱らじゃない醜い輪郭があらわとなって神聖な私となりました。こんにちは。あ、かわいいよ、いい感じ。耳かけたのいい感じ。耳かけたのいい感じ、はい、でもね、尋常じゃないくらいに前髪こんな長いやつおるか。前髪おるな。じゃあ行ってきます。バイバイ。はい、ということで今車から降りてきて、ちょっとめちゃめちゃ恥ずかしいんですけど、このままデートしたいと思います。はい、美味しそう。ということで、ちょっとお買い物もね、今済んだので車に戻りたいと思います。ね、見てほら、帽子かぶるだけでビッグ感が全くない。いや、マジ恥ずかしかったよね。めっちゃ恥ずかしかったんですよ、今日。恥ずかしかった。でもゆうちゃん結構馴染んでる感じで、でも明らかにちょっとビッグなんだよね。じゃあ車戻ります。はい、ということで今お買い物をしたりご飯を食べて戻ってきました。この後はね、ちょっとゆるくね、ドライブをしてお家に帰りたいと思います。はい、やばい。どうでしたか？あー、いや、なんだろう、もうリアルな感想言っていい？うん、ウィッグの締め付けでもう頭痛い。ずっと言ってたよね。なんか私のウィッグちょっと浮くんですよ。このね、バケハというものをね、買って、あの、かぶったので、で、あ、これ言っとこうかな、言っちゃおうかな。やめてやめて。これ最近普通にみんなよくかぶってるこの帽子、うん、バケットハットっていうの、うん、で略してみんなバケハって言うんだけど、うん、バケハの話をしてた時に、あ、バケハみたいな、バケツハットでしょ、うん、って言い始めたの。でもさ、見てこれバケツっぽいよね、ちょっと。え、でもなんか由来はね、そうらしい。だよね、うん、でもバケットハットなんだよね。私にとってはバケツハット、知ったかでさ、満々でね、なんかバケツハットでしょみたいな。だから私にとっては全部バケツハット。バケハを買って、あのね、かぶったおかげで周りからの目が痛くなかったんだけど、やばいよ、初め歩いてた時に周りからの目が痛い、すごく痛かった。なんかあれだよね、あの、なんかずっとみんな私のここ見てんの、なんか、なんかずっとこの若い男の子とかさ、頭目で追われたって言ったよね。うん、なんか顔じゃなくて頭見られても失礼ねと思って。で、今日ね、ちょっとね、この交換企画でちょっとプリクラを撮りたいと思ってたのが達成できてよかったです。え、プリクラめちゃくちゃ漏れた。うん、あれやばいね。すごい、久しぶりのプリクラでした。ということで、このまま帰りたいと思います。ゴー、テレビアンカップルボイです。今お家に帰ってきました。イエーイ、ただいま。ほら、ボイよ。ねえ、私そんな感じじゃない。おいで、ゆうちゃん。ねえ、ゆうちゃん、ほら、撮るよ。
初めてのチュー。どう？愛おしさが生まれてきた。これをこれに愛おしさを感じた。まあ結構可愛くなったんじゃないかな。なになに、まあ結構かやめろよ、乳首刺すんじゃねえよ。え、ちょっと待って、久しぶりにそうスカート履いたかもしれない。そうだね、そうスカートなの。今日スカートです。うん、ちょっと全体像はお見せすることはできませんが、スカートなんですよ。何年ぶりだろう。2年ぶり。100億年ぶり。100億年ぶりにスカートを履きました。私は生まれて初めてバケツの帽子をかぶりました。バケツハット。かゆい、かゆい。じゃあちょっとおしゃれにさ、あんしよ。ちょっとちょうどいいものがここにあるから。あ、ごめんね、可愛くなくて。ギガおしゃぶりイカ、これであんしやお。じゃあちょっとレディーファーストということで、あのゆうちゃんに先にしたいと思います。あー、おいちおいしい、おいちおいしい。じゃああんして。あん、おいしい。これ何やったの。何、全然可愛くないね、これ。どうしよう。でもアイスクリームとかあったらよかったんだけど、もうないんだよね、家に。意外とさ、結構マニアックな人ってさ、レイのさ、ショート好きな人いるよね。今日はどうでした？楽しかったですか？じゃあ最後、デレデレに甘えよう。にゃんにゃん。お、チュー、チューは？チュー、チュー。しよ？いち。こういうギャルいるよね。こういうギャル。皆さん、こちらゆうちゃんのフェム見納めでございます。私のことはあまり見ないでください。愛してるよゲーム最後にこれでやらん。笑った方が負け。じゃあなりきって愛してるよゲームやりますね。こっち向きなよ。感じた。愛してる。なんか口に入れてますね。愛してるゲームってさ、愛してるよって言ったらもう一回って言ってなかった。そうだね、私が言うね。もう一回まで言ってないよ。ちょっと待って、事故起きた、事故起きた。これ7さんってやつでしょ。どうしよう、恥ずかしい、どうしよう。ふーんってなってる。ちょっと本当にごめんね、画面汚して。ちょっと待って、向こう向いてて。やばい、行くよ行くよ。失礼な女だね、コントンタ。テレビアンカップル。フェムボーイ交換1日企画でした。イエーイ。楽しかったですね。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。